マイドメモリーズギャラリーをご贔屓いただき、誠にありがとうございます。今回はこちらの若尾圭先生の象牙寺茶碗を紹介したいと思います。若尾俊貞先生の長男として生まれ、美濃焼の伝統にとどまることなく、青磁、米色磁、象牙寺などの釉薬を生かす洗練された造形美の作品が高く評価され、現代陶芸の未来を担う作家である若尾圭先生。本作はまさに先生の代名詞ともいえる象牙寺茶碗でございます。黒褐色の胎動にかかるしっとりと黄みを帯びた灰白釉、内外周に走る紫色の貫入、釉薬の醸し出す景色が力強さを感じさせる造形を際立たされているのではないでしょうか。ぜひこの機会にご愛蔵くださいませ。皆様のご入札お待ちしております。